妻ベアタの肖像をイリア・アレクサンデル・コンスタンティノビチ、オストログスキは、リトアニアのルーシ系の大貴族、ブラツラフ・ビーン・ヌイツヤの大官を務めた。1523年、父・コンスタンティは13歳の息子、イリアの妻に、イエジ・ラジビューの娘アンナ・エルジュビエタを迎えることを決めた。しかし、イリアの言い名付けは、アンナの妹・バルバラに変えられ、最後にはイリアが、 ベアタ・コシチェレツカと恋に落ちたため、ラジビウケとの縁組は、王の認可のもとに解消された。ベアタは、表向きは、国王ジグムーンと一世の愛称を形になってるニチャンカと、夫アンジェエコシチェレツキとの間に生まれた娘だが、実の父親は、国王ジグムーンと一世本人だったと言われる。1539年、王女イザベラが、ハンガリー王サポヤ・イアーノ氏と結婚式を挙げた翌日、 イリアは、ベアタとバベルで結婚した。この結婚に際し、イリアは、一族が伝統的に信仰してきた政教から、カトリックに改修している。結婚式は税を尽くした、豪華なものであり、式次第にのっとって開かれた馬上や理事会では、花婿イリアは、皇太子ジグムント・アウグストと対戦するという栄誉に、預かった。ところがイリアは落馬して、試合に負けてしまい、 打ちどころが悪く体は半年も持たなかった。彼は同年の8月15日、この試合で受けた怪我のために没した。結婚してすぐに未亡人となったベアタは、夫の死後に一人娘、エルジュビエタを出産した。イリアの遺言によって、エルジュビエタは皇太子ジグムント・アウグストを後見人とした。ありがとうございます。